高山昭一は、日本の大日本帝国海軍軍人、航空技術者、日本海軍の技術調査、防衛庁の技術幹部、技術開発官、空将などを務めた。戦前は冷戦の審査補佐、銀河の設計、試作、資源改めの開発審査など、戦後は、国産初の量産型ジェット機 T-1 の、開発や会 -140 への選定。 ライセンス生産などを手掛けた。1915年1月2日、高山増造の息子として名古屋で生まれる。父の転勤のため、1917年に大阪に転居。1927年に北野中学校に入学。父の失業により、河野池家の奨学金を受けて卒業。私塾、清和塾の塾生になり、奨学金を受けて、第三高等学校。 東京帝国大学に入学した。特に航空を学びたいわけではなかったが、倍率が高いので不合格でも口実ができるという理由で航空学科に受験したという。2学年の時に海軍委託学生の試験を受験して合格した。1937年3月、東京帝国大学工学部航空学科を卒業。同期は、東条テルを、内藤子生。 渋谷岩などで、花の12年組と呼ばれた。卒業論文は、金属薄板構造の安定及び強度について、1937年4月、海軍造兵注意に任官する。1938年6月、海軍航空技術省飛行機部に配属され、試作機の審査、飛行機の体感対策を担当する。九百四十年、十二式環上戦闘機の、 審査補佐を担当する。観光での冷戦のウ陣ジンの頃、防弾の弱さを指摘されたが、それは駆逐艦に戦艦の分厚い後半をつけるようなもので、戦闘機は高速性、戦闘性を活用して効果を発揮しないといけないと説明したという。同年末、総発爆撃機、銀河の胴体、兵装偽装を担当する。1943年、 海軍航空本部第2部第1課に転属され、戦闘機、練習機を担当する。1944年、軍事省の軍事官の兼務となる。その後、少佐に昇進。試験改めを担当する。1945年、敗戦後、12月まで厚生省福音擁護局として、海軍技術幹部の職探しの圧戦をする。同年末、大阪に帰省。 休養の予定だったが、新園切り替えで円の価値がほぼなくなってしまい、生活のため1946年に大阪アルミニウム製作所に入社する。生産効率の改善、新商品の受注、新分野開拓、技術開発などをし、技術課長を任される。戦闘機の落下燃料用タンクなどを新たに受注する。1954年10月30日。 幹部候補募集の手紙を受け、防衛庁に入庁。二等空佐に任命。航空爆量幹部装備部技術第一課の計画班長となる。本課の主業務は、新たな航空機、ジェットエンジン、ミサイルなどの開発である。1955年1月19日、技術研究本部と兼務することとなる。練習機 T-1 の試作業務を担当するためで、ある。 同年3月、新三菱重工、川崎航空機、富士重工、新名和工業の4社が、練習機、T1 の基本設計計画書を提出したが、三菱については同期である、担当責任者、東条テル夫と富士重工の担当責任者、内富士個性の同席の下、次の戦闘機は三菱に任せるので、これについては、富士重工に譲る予行山が説得し、 三菱は辞退することとなった。また、当時は通産省により国産ジェットエンジン上マイナス1の作成、日本ジェットエンジン株式会社の作成まではされたが、さらに大出力のエンジンの開発については開発費がかかるため予算が得られずとんざしそうになっていたところ、鉱山の主張により練習機のエンジンも国内開発することとなった。 在日軍事援助顧問団へ T-1 の開発について説明に行ったとき、アメリカ製の T-37 練習機を推奨されるとともにまともに相手がされず、回答するとは言っていたが、回答は来なかった。半年後も同じような対応であったため、高山は日本の予算で開発するため、マーグ J にはそれを左右する権限はないことを確認し、自主開発を推し進めた。 1957年2月、一等空佐に任命。同年7月、航空爆量幹部技術第一課長を拝命。海マイナス86の代わりとなる戦闘機の選定作業に関わる。一旦、海11海が選ばれるが、白紙化され、最終的には海マイナス104が選定されることとなった。1961年4月。 回 -104 の期日審査を担当する。必要な改善点はあるがロッキードはなかなか対応しようとしなかったため、ロッキードからの依頼を受ける代わりに改善点の是正を伝え、改善へつなげた。当時、アメリカからは航空自衛隊の立ち上げや機体の用意、パイロット教育など何かと世話になっていたので、防衛庁幹部はあまりだかに主張しなかったところがあったが、 高山は正論を主張して、アメリカ側から認められた。そのような姿勢が知られてか、ロッキード社の暗号表に唯一日本人で暗号名を付けられたという。また、当時、海1 4 j を水上戦闘機とする案を思いつき、菊原静雄の協力を得て、図面を作成、部長会議に提案をしたが、未採用に終わっている。1963年、 航空爆料幹部の技術部長を拝命。1966年2月、技術研究本部航空開発官となる。1969年4月、防衛庁を退職。日本ミネチュアベアリングとなる。スヤックでは、航空機材料の CFRP 化を進めた。炭素繊維複合材の航空機への適用化研究の予算を防衛庁に取ってもらい。 防衛庁とスヤックが契約し、機体メーカーや材料メーカーに予算を割り振り、高等練習機 T-2 等の既存機部品の CFRP 化や各種試験を実施。各社の技術取得を推進し、航空用 CFRP の生産を促した。高山が CFRP 化にこだわったのは、戦前の冷戦の開発において、長寿ラルミンが機体の軽量化に寄与したことにある。 材料も含めた軍備の質的優位が抑止力になるとの考えがあった。CFRP は後に、回 -2 戦闘機の主力に採用されている。自ら世界中の航空関連情報を収集して、重要情報の翻訳等による技術レポートを93歳まで作成するなど、晩年まで精力的に活動した。90歳でも400字詰めの原稿を突き当たり400枚。 書くこともあったという。制度、組織の整っていなかった、防衛庁において、航空爆料幹部の装備部技術第一課の二佐と、技術研究本部の技術開発官を兼務した際、当時は、政治状況やマスコミからの批判が厳しく、アメリカ合衆国からも強い干渉があり、防衛庁の姿勢が安定せず、曖昧な方針を立てがちであった中、高山はこれまでの経験、実績に、 裏打ちされた一貫した考え方や姿勢を持ち、若い議官から信頼を受けていた。航空機開発の基本的なルールや方式を整備した。アメリカ側からアメリカ製の機体の導入を強く迫られることもあったが、自主開発の必要性を強く主張し、自衛隊機の開発、生産の道筋を作り、自主開発路線の礎を築いた。コストだけで外国機の導入をすべきではなく、 航空機は自国で開発すべきであり、開発、生産能力の維持、向上など、軍備の質的優位が敵国への抑止力として働くと訴えた。また、晩年のインタビューでは、技術の維持、向上には、伊勢ジングルの式年戦宮で20年ごとに車伝を建て替えることと同様に、少なくとも10年ほどの間隔で新機種の開発を行い経験を増やす、必要性、及び、 他国の技術に依存することのリスク等を指摘している。数多くの実機開発の主導経験、実績とともに民間企業勤務によるメーカー側の視点も持ち、関係者には厳しく指導をしたと言われる。ありがとうございます。